現実が分かると絶望することもある。だんだんどうもカビです。今日はですねこちらです。もうこれね古代小麦の一種のカムット、ホラーサンという品種ですね。まあ他にもいろいろあるんですけど、今日はですね小麦栽培の中でも特に古代小麦の話をしていきます。でまあタイトルとかサムネでやってる通りですね、もうねうんざりです。はい、古代小麦はもううんざりです。はい、ということでね、もう食用にする栽培もやめようかなと思ってます。で一応言っておくと、栽培そのものは完全にはやめません。種用には続けるんですけどね。で今日はねそこに至った経緯をお話ししていきます。はい、今日はまあずっとお話し会になるんですけれど、大体の流れで言うと、まあ、まずですね、まあ私が今までどれぐらい小麦栽培やってきたかっていう話を少しして、まあそれでやめようと思った理由をお話しします。まあ主にそれです。でこれからについてはもう先に言っておくと、古代小麦ではなくて普通小麦の栽培をメインに切り替えて、サブで古代小麦やろうかなっていうことを考えてます。でそこに至った経緯ですね。でその経緯の中でいろんな理由があって、まあいわゆる古代小麦がいいとされていたところ、そこに対して疑問が湧いてきたっていうこととか、まあ実際栽培してめちゃくちゃ大変と、でその大変さについてもお話しします。はい、その辺かな。はい、主にそれ、主にそんな感じ。はい、だから流れも何もないです。ずっとお話し会です。だからね、古代小麦って栽培してみたいなと思ってるけど、実際どうなんだろうとか大変なのかなとか、まあそういう方の参考になればと思って動画にしてみました。はい、まずね、お時間のある方は聞いてみてください。米もそうですけど、この麦の話とかはですね、やっぱ栽培する人が少ないのか、再生数あんま出ません。はい。でもやっぱね、やってきたし、せっかくなのでお伝えしたい。ということで動画にしました。はい。じゃあまずですね、これまで私がどれぐらいその小麦栽培やってきたかなんですけれど、2019年から、古代小麦は栽培始めてます。で、ライ麦とかね、普通小麦はそれよりも前に少しやってたので、まあ、小麦栽培じゃもうちょっとやってるんですけど、一応古代小麦ということに、古代小麦に関しては2019年からなんで、4年、4回栽培して収穫までやりました。はい。で、そこでだけやって、食用に使えるぐらいの量を取れるようになりました。はい。だからね、今年で言うと古代小麦でも、まあ、種類にもよるんですけど、だいたい、まあ、数キロから多いもの30キロぐらい。取れました。うん。で、だからこそ、もう、やめようと思ったんですよ。はい。どういうことかっていうと、なんていうかね、夢を追っかけてるうちって、頑張れるんですよ。夢を追っかけてるうちは何かっていうと、やっぱ最初ってうまくいかないんですよ。全然たくさん取れなくて。で、それって、自分の栽培技術が悪いから、たくさん取れないんだなと思って、まあ、いろいろ、試行錯誤して、で、回数を重ねて、だんだん収穫量を増やして、たくさん取れるようになってきたんですよ。で、実際、で、そこに伴って、機械が必要だなとか、何も最初は思ってなかったんで、必要な道具なんかも揃えていって、で、今年ついに、エンマー小麦で、30キロぐらいは取れたんですよ。うん。原白。麦、麦っていろいろ工程があるんですけど、まあ、収穫して脱穀した状態で、だいたい30キロぐらい取れました。米袋1個分ね。で、十分、うん、自分たちで食べる分はあるんですよ。で、そこまでやってみたからこそ、もう大変さがもうものすごいことが分かって、で、加えてこの後お話ししますけど、古代小麦のメリットと言われてた部分も、まあ、大変さに比べると、あんまり魅力を感じなくなってきてしまったので、やめようかなと思っております。はい。古代小麦は、いわゆる普通小麦。現代一般的に利用されているのは、いわゆる普通小麦ってやつなんですよ。で、その普通小麦に比べて、古代小麦が、まあ、大変な理由っていうのは、この後詳しくお話ししていくんですけど、その前に、まあ、古代小麦がいいと言われている理由について触れて、で、それに関して、むしろ、ちょっと疑問に思ったことがいろいろあるんで、その辺をお話ししていきます。はい。古代小麦は本当にメリットが大きいのかっていうところですね。はい。ですね。まあ、古代小麦がいいと言われている点で言うと、まあ、栄養面と、あとはその小麦アレルギーを発症しにくいという話があります。で、なぜかというとですね、まあ、古代小麦の方が現代の小麦に比べて、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養価が高いというふうによく言われるんですよ。うん。で、これって、本当なのかなって思うんですよ。改めて思うと。うん。で、何かっていうと、結構ね、古代小麦とかって、全粒粉で使用されることが結構多いんですよ。全粒粉っていうのは、小麦っていうのは、まあちょっとここにあるんですけど、
普通小麦はこれパーンってやったら脱穀してもう中身が出る状態なんですよ。でも古代小麦ってこの後物にもよるんですけど、この殻に包まれてるんですね。これ殻を剥いで、このもみすりが必要なのもめんどくさいんですけど、こういう風にこれで小麦の粒が出ます。これね、これで、まあちょっとあんま映んないけど、これがお米でいう玄米の状態、玄白です。で、この周りに襖と言われるお米でいうとこのぬかがあるんですよ。はい。で、その、まあ、米で言った方が分かりやすいんで、それで言いますけど、米で言うと、玄米をそのまますりつぶした、まあ、玄米粉の状態です。これが、小麦で言うと、この全粒粉なんですよ。全部をすりつぶして、全部の粒を潰して粉にしてるんで、全粒粉です。で、この全粒粉って、その、ぬかの部分、ふすまなんですけど、ふすまの部分が混じってるんで、茶色っぽいんですよ。うん。で、ふすまの部分って、中の小麦粉にの部分よりも、粗いです。ザラザラする。うん。なので、目が荒くザラザラしちゃうんで、パンとか、まあ、麺とかにしたときに、ツヤ、ツルツルもちもちしにくくなるんですよ。ザラザラしちゃう。ざっくりした感じになっちゃう。うん。なので、現代のパンとかって、基本的に、その、襖を取り除いて、真っ白な小麦粉のした状態で、パンでも麺でも、まあ、パスタとかでも作るわけですね。うん。なので、基本的に白い小麦粉を使います。で、そこに卵とか入れると黄色くなるんですけれど、全粒粉でやるとそれがね、茶色っぽくなります。はい。で、この全粒粉で全粒粉で測れば、そりゃ、その、ふすま、まあ、ぬかみたいな、ふすまの部分が含まれるんで、その、周りにビタミン、ミネラルとか、食物繊維多いんですよ。はい。だから、それと、その、襖を取り除いた中の部分だけで作った小麦粉を比べたら当然それは栄養価高いんですよ。だから、これって全粒粉と小麦粉を比較しているデータなのか、それとも古代小麦の中の部分だけで比較しても、それでもなお古代小麦の方が栄養価が高いのかっていう、ちょっとね、はっきりしないんですよ。うん、はっきりしないとか、この辺を調べきれなんか、よくわかんないですね。うん。だからその二つを比べても、本当に古代小麦にメリットがあるのかっていうところです。うん。だから、栄養価の面で言えば、普通小麦でも全粒粉でやれば栄養価高まるんですよ。はい。うん、それが一点。で、小麦アレルギーの話があります。で、小麦アレルギーに関しては、その、グルテンが悪者だと言われてますけど、グルテンの含有量が、古代小麦の方が、今の普通小麦よりも低いので、小麦アレルギー発症しにくいなっていうふうに言われたりします。でも、その点で言えば、グルテンが多い少ないっていうのは、強力粉か薄力粉かで違うんですよ。グルテンの量、つまりタンパク質ですね。グルテンってタンパク質なんで、この割合が高ければ、強力粉。これはパンとか麺とかに使うわけです。で、そのグルテンの量が少なければ、ケーキとかお菓子に使う薄力粉になるんですよ。うん。だから、グルテンの多い少ないで、その小麦アレルギーが発症しにくいっていう話になるんであれば、強力粉はダメで、薄力粉は OK みたいな話になってくるわけですよ。うん。だから、これで考えると、グルテンの型だけで考えると、古代小麦は含有が少ないから発症しにくいっていうのはなんか変な感じなんですよ。だったら、普通小麦でも、薄力粉を使ってる、ホットケーキとかお菓子とかケーキは別に食べても問題ないよね、みたいな話になっちゃうわけですよ。はい。だからね、グルテンの量だけで比べるとなんか変な感じがするなと思って、で、その小麦アレルギーに関してはそのグルテンよりも、やっぱ、使用されている薬、薬剤の方に、影響があるんじゃないのかなっていうふうに、まあ、見たり聞いたりして私は、そっちが正しいかなと思っているところです。はい。まあ、麦の栽培なんかだとね、まあ、海外のやつだと、その収穫前にまあ、枯れさせるために除草剤を撒いて、一斉に枯れさせ収穫するなんて話があったりするんですけど、日本はね、これあまり行われてないそうです。はい。まあ、その話はまた別でするとして、まあ、その栽培に、農薬とか、まあ、化学的なものを使って、それが残留するかしないか、あるいは収穫した後のポストハーベスト的なやつですね。収穫後に使う薬剤。うん。これの影響の方が多いんじゃないのかなと思ったりします。そう。小麦って実際やってみるとわかるんですけど、収穫した後もカビとか虫が湧く。この問題すごい大きいんですよ。だからそれらが湧かないように防ぐためには、やっぱ薬剤と、使わないと難しいんじゃないかなと思います。で、それらの薬剤の方が、その小麦アレルギーの本当の原因なんじゃないのかなと、私自身は感じているところでございます。はい。
これね、詳しい方いたら、今言ったその、古代小麦の方が栄養価が高いっていう、明らかに高いっていう根拠ね。いくらか高いっていうのはあるかもしれないけど、明らかに高いというのはちょっと疑問が浮かんだっていうところと、その、グルテンが小麦アレルギーの、まあ、主たる原因であるっていう説。これが正しいのかどうか、詳しい方いたらぜひコメントで教えてください。根拠をできれば示していただけると助かります。データがあるやつとかね。はい。まあ、今言ったのはあくまで私の見聞きした話での推論でございます。はい。なので、その二つから、古代小麦の方が現代小麦よりも優れているっていうところがね、あんまりね、感じにくくなっちゃったんですよね。他にあるとしたら、まあ、古代小麦の方が美味しいっていうのはあるかもしれません。うん。これ確かにあるかもしれん。うん。でもどうなんだろうな、これも実際比べてないとわからないからね。はい。んで、まあ、美味しいっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、とりあえずね、よく言われているメリットの二つが、本当なのかなっていうふうに思っちゃった。本当だとしても、それを上回るだけの大変さがあります。で、ここからは、その古代小麦が普通小麦に比べて何が大変なのかという話をしていきます。で、これね、そう、ほんとね、4回やってみてね、まあ、できる、もう最初に言いましたけど、4年やってね、ようやくできるようになったんですよ。だからほんとにね、量が増えれば増えるほど、しんどいことっていろいろあるんですよ。はい。うん、で、それを、一個一個説明していきます。まずですね、古代小麦が、その普通小麦に比べて何が大変かっていうのは、まあ、ざっと先に言いますと、まず、栽培期間が長い。これはね、収穫の時期が日本の場合特に梅雨に被っちゃうんですよ。はい。梅雨に被ると収穫がしにくくなるし、カビが発生しやすくなる。品質が落ちやすくなる。で、草丈が高い。背丈が高くなります。普通小麦が大人の腰ぐらいの高さだとしたら、古代小麦って大人の、まあ、胸から顔ぐらいの高さになるんですよ。はい。これが普通小麦、農林61号です。これがね、背が低くて、私の腰ぐらいです。で、すでにこう、当熟して収穫時を迎えてます。今日は、5月の、何だっけ、5月17日ですね。で、もう全体が枯れて、収穫時になってます。それに対して、こっちが、ビアーデッドスプリングスペルト。古代小麦ですね。で、これもう少し背高くなるんですけど、これぐらいになる。で、まだ青い。という風に背が高くなって、で、しかも当熟が遅いんですよ。で、さらに古代小麦の大部分は殻に包まれてたりします。で、草丈が高いってことはそれだけ風で倒れやすくなります。倒れてしまうと、その倒れたところで地面について濡れたりカビが生えやすくなったり、あと一番大きいのは収穫しにくいです。うん、もうなんか手で収穫するしかなくなってくるみたいな感じで、とにかく作業効率がめちゃくちゃ落ちる。倒れてしまうね。うん、草丈が高いと倒れやすい。倒れてしまうと収穫しにくいし、ダメになる割合が増える。で、そんな大変な割に収穫量も少ないです。普通小麦に比べて、種類にもよるんですけど、まあ、3分の2から半分、あるいはそれ以下になっちゃいます。これはその小麦の種類による、品種によるね。昔のより古い品種ほど収量が下がる傾向にあります。アインコーンなんていうのはね、本当にごくごくわずかしか取れない。はい。私は栽培したことないんでね、そう、聞いた話にもありますけどね、すごく少ない。はい。で、その、収量も少ない上にさらに手間がかかる。これは、さっきちょっと見せましたけど、今の小麦、現代小麦、普通小麦って、脱穀、要はその、この、穂から、外した時点で、もう、原白になってるんですよ。でも、古代小麦の、まあ、多くは、この殻に入ってるんですね、脱穀しても。この、外れてもまだこれ殻に入ってるんですよ。これを、もみすりみたいにして、その殻を外さなきゃいけないんですよ。この工程が一個増えるんですね。これだけでだいぶめんどくさい。で、これね、剥いてみてね、さらにこれでカビが生えてた日にはもう、悲しくてしょうがないですよ。これね、今年の噛むとね、カビちゃったのよ。赤カビが入ってる。もうダメです。食べれません。はい。という風に、いろんな手間かけて剥いてみたらもうカビが生えたなんてもう最悪です。はい。ちなみに今年、ライ麦を一袋30キロ丸々カビさせてしまってダメにしました。やっちまった。心配的中。カビ取る、ライ麦が。やっぱ乾燥不十分の状態で冷蔵庫に行ってもダメですね。はい。もうね、湿った状態最悪。悲しい。
あ、そんな感じでね、まあ収穫して脱穀してももう一手間かかって殻を剥かなきゃいけないです。ここまでで普通小麦に比べて栽培期間が長くかかる、そのためについに被りやすくなる、収穫がしにくいし、草丈が高くなって風とかで倒れやすくなってダメになったり、収穫がさらにしにくくなる。で、その大変な思いして収穫したとしても収穫量そのものが少ない、で、さらにその少ない収量の中でも手間がかかるというふうに、もうとにかくめんどくさいんですよ。大変。はい。だから品種改良がされたの。はい。だから品種改良されて、現代たくさん栽培されてる普通小麦っていうのは背丈が低く、たくさん実って、で、なるべく早く熟す、うん、そういうふうに進化したわけですね。はい。で、それ、こっから先は、まあ普通小麦にも言える話なんですけど、こっから先はね、栽培する地域と、その、設備の問題が大きいです。何かっていうと、その、収穫して、脱穀して、まあ古代小麦だから外した後、まあ原白の状態になった後ですね、ここからは、製粉が個人でやるのはすげえ大変なんですよ。製粉っていうのは、要は粉にする。粒の状態では食べることができません。これを、粉に引いて、で、引いたままだと、まだ、その、ぬかであるふすまと小麦粉の中の白い軟白部分が一緒になってるんですよ。これを、ふるいにかけて分けるんですよ。ふすまの方が粗いんで、ふるいにかけると残ります。で、下にも通ったやつが小麦粉で白くなっていくんですけど、まあこれもね、一応機械買いましたけど、時間かかるし大変です。はい。で、綺麗に分けきれない。そんなに数万円から十数万円程度の機械ではね。時間もかかるし、はい。で、そこまでやっても、乾燥機までは買えないんですよ、さすがに個人だと。うん。機械乾燥させないと、水分量が高くって、粉にした後ね、常温保存しておくと、数ヶ月でカビ生えちゃうんですよ。カビが生えるというかダメになる。うん。っていうことがあるんで、粉にしたらもう冷凍庫入れとかないとダメなんですね。うん。あるいは、その、原白のまま保存しておくと、今度そのままだと虫が湧きやすいんですよ。黒蔵虫。これでもダメになる。だから、原白のまま冷蔵庫で保存しておいて、使いたい直前に、粉にして使うか、引いて、ふるい分けして粉にしたやつを冷凍庫に入れておくと。こうしないとね、使えないんですよ。はい。だからね、もう、ここまで大変な思いして、ようやく粉にしたとしても、ダメになりやすい。はい。非常にややこしい。うん。ということがあります。だからね、ほんとね、個人で小麦はやるもんじゃない。うん、設備がないとほんとに大変。マジで何のためにやってるか分かんなくなります。だからね、これを販売しようとしたら、ほんとに、手間を考えたら、今の私の設備ですね。まあ、手押しの高温機があって、種まきもほぼ手でやるんですけど、その後の、草刈りなんかも手とか草刈り機使って、収穫はバインダー、稲刈りに使う機械です。結束して出てくるやつ。で、それをハーベスターって言って、脱穀して選別して出してくれるやつ。で、さらに、もみすり機。これ稲、米のもみすり機を使ってます。もみすり機使って、で、製粉機と、自動ふるい機。これを使って、ようやく粉にしてできるんですけど、これだけの手間をかけて取れるのがごくごく少量なんで、売るとしたらね、もうべらぼうに高くしないとね、やりたくないです。はい。うん、で、もうここまで来ると、はっきり言って、買った方が圧倒的に安い。うん。だから無農薬の、小麦粉とか、なんなら無農薬の古代小麦ってもう、1キロあたり3000円ぐらい出せば買えるんですよ。うん、確か。ただの無農薬の小麦とかだったら1000円ぐらいで売ったかな。まあ、いろいろなんですよ。とにかく高くてもキロ3000円ぐらいで製粉された状態の小麦粉買えたりします。はい。で、普通の小麦粉だったら、今だいたい300円ぐらいかな。1キロ。そんなもんかな。だから、まあ、10倍ぐらいしたとしても、自分で作る手間に比べればはるかに安い。これ言い換えるなら、今の私程度の設備で、販売しようと思って栽培したらとんでもない値段になってしまいます。はい。1キロいくらなら売るかな。1キロ1万円でも売りたくないな。うん。1キロ1万円。で、1キロ1万円か。1キロ1万円だったら売ってもいいかなってぐらいだけど、そんなしたところでクオリティが低いんですよ。さっき言った通り。保存性が悪いし。で、美味しいかもしれないけど、
栄養面で言ったらそんなに変わんないんじゃないかっていうところ。だからアドバンテージが全然見当たらないんですよ。自分でやってみた上でね。はい。で、だったらばもう専門で作ってる方のところから買った方がいいです。とにかく設備があれば小麦ってたくさん大量生産できるわけですよ。うん、あとはその栽培に向いてる地域、例えばそのまあ、比較的乾燥してたり、梅雨がない北海道とかね、あとはその高原の地域、長野とかかな、そっちの方とかでやるんだったらまだやれるかもしれないけど、こっちの方だとねやっぱ向いてないっていうのもあります。はい。ということから、まあ小麦の栽培自体は続けようかなと思うんですよ。一応自給率を高められるかっていうチャレンジもやってますし、一応ね主食となるものを自分で栽培できるようにしておきたいっていうのはまだまだあるんで、まあ毎年やめようか悩むところですけどね。で、ここまでお話した理由から、だったらもうわざわざ古代小麦にこだわる必要ないんじゃないか、種の保存だったらとりあえず種取り用だけ育てておいて、自分たちが食べるものはもう普通小麦でいいんじゃないのかなっていう結論になりました。普通小麦だったら、さっきお話した、まあ、4つぐらいのところは、まだマシなんですよ。うん。まだマシって言っても、やっぱ、きついですよ。うん。やりにくい。草も生えるし、収穫やっぱ、梅雨にかかり始めるしね。古代小麦よりはマシなんで、はい。だから、自分たちが食べる分は、普通小麦を作って、で、一応、種の保存、種の保存という目的をメインとして、古代小麦、今ね、4種類かな、古代小麦一応持ってます。うん、エンマー、カムと、スペルと、ビアーレットスプリング。この4つかな。エンマーとカムとスペルとは、岡本豊さんのところから分けていただいた種なんで、ただね、ちょっとね、本当にエンマーなのかどうかっていうのは若干怪しい、みたいなして、エンマーがね、デュラム小麦っぽいんですよね、なんか見た目が。栽培環境によっても変わるから、なんとも言えないんだけど、うん、あとはね、手に入れば手に入れて、種として残しておくことを続けようかなと思っております。はい、ということです。はい、まあ、とにかくね、米にも言える話なんですけれど、買うには高い、でも売るには安すぎる。はい、小規模での無農薬栽培の農作物に関して言える言葉としてね、最近私が思いついたことなんですけど、そう、もう一回言うと、買うには高い、でも売るには安すぎる。はい。それが、無農薬の農作物でございます。うん。ね、難しいところだね。はい。はい。まあ、そのところですね。古代小麦の話でした。まあ、なんとかね、続けたいこうと思います。で、その上で、一応こう、古代小麦の種も販売しようかなと思ったんですけど、ちょっとね、今年は特にクオリティが悪い。あとは、そのさっき言った、本当にエンマー小麦なのかどうかっていうところは、ちょっとね、自信がない。ので、販売はやめます。まあ、メンバー限定でね、ちょっとね、お分けする方法は考えと思うんで、メンバーの方は欲しい方に、お分けできるように、ちょっと仕組みを作りますんで、それはね、お待ちください。まあ、とは言っても、やっぱ古代小麦っていうのはある種ロマンなんですよ。憧れはある人が結構いると思うんですね。うん。なので、育ててみたいっていう方のために、一緒に栽培するっていう会を、一応ね、ようやく、毎年やろうと思ってるんですよ。ただ私の準備が間に合わなくてできないんで、でも今年はなんとか整備して、9月ぐらいからスタートできたらいいなと今思ってるところです。なんとかやりたい。はい。その回もね、ちょっと準備していこうかなと思います。はい。まあ、何にせよ、とりあえず小麦の栽培続けます。ただ、古代小麦に関しては、栽培面積縮小してやるか、あとは体験メインとして栽培を続けるかですね。とりあえずね、小規模個人で、栽培して粉にするだけの機械は揃えたんで、それはできるんですよ。うん。だからその体験をするための栽培として、なんとかやってみようかなと思っております。はい。だからね、やっぱね、持ちは持ちやで、機械化、合理化して作ってくれる人から、適正価格で買う。これが一番です。はい。どんだけ遠回りしてそこにたどり着くんだよって話ですけどね。ということでね、今回はこの辺で終わろうと思います。ここまでご視聴くださりありがとうございました。同じような話で次はね、米の話もやってみようかと思っております。米はね、ギリギリ頑張れるかなーっていうラインですね。ちなみにね、今のところ米の自給率は8割ぐらいできるようになりました。うん。ですね。今年はね、頑張れば多分 100% いけると思うんですけど、100% ぐらいいけるかなっていう感じはするんですけど、はい、お米。現在ね、育ってます。ちょっと草取りしなきゃいけないんだけど。
まあ、何せ大変ですよ、主食を作るっていうのは。はい、ということでこの辺で失礼します。ではまた次の動画で失礼します。